こんばんは。心霊研究家の太田武史です。皆さんは霊を信じますか？普段の生活の中で何気なく撮った写真、まれにそこにいないはずの何かが映り込んでしまっていることがあります。いわゆる心霊写真というものですが、今回は全世界からスケートボードを撮影した時の特に恐ろしい3枚の写真を鑑定します。アメリカは LA 在住のエリック・コストンさんからの写真です。宙を浮いていますね。でもそこではありません。見てください、この被写体の左後ろにある柱、ありえない高さから顔が出てますね。これは間違いなく霊です。おそらくこの階段に執着した霊かと思われます。非常に念が強く、お祓いが必要ですね。きっと成仏できない自爆霊だと思われます。さて、2枚目の写真です。ブラジルはサンパウロからサンドロディアズさんの投稿です。これはニューヨークのコンテストでの写真ですが、大観衆の中、サンドロさんが宙に浮いています。これはスケートボードの技なので特に問題はないのですが、よく見ると板に目が映っているのをお分かりでしょうか。これは撮影者に対して威嚇をしている悪霊です。サンドロさんとの関係は特にないのですが、名声を欲しくても掴むことができなかった霊です。この世に未練を残したまま成仏できなかった霊ですね。非常に強い念を持っていますね。そして最後の写真です。アメリカサンフランシスコ在住のステイシー・ペラルタさんからの投稿です。これは70年代に撮られた写真なのですが、スケートボードはこんなところも滑れるんですねって感心している場合ではありません。とても恨めしそうに見ている霊がはっきりと写ってますね。あたかも仲間に加わりたそうな霊ですね。おそらく現世に未練を残した霊だと思います。この3枚の写真に共通する点は、スケートボードに対して未練や後悔を残した霊たちです。皆さんはスケートボードに対して後悔ないよう頑張ってください。